い、おはようございます。今日は福島県いわき市にやってきております。こちらのお店はビッグツバメ小名浜西店さんです。初実践ホールとなります。福島です。おはようございます。よろしくお願いいたします。そうですね、今日はこの辺り行きましょうか。窓巻き行きます。魔法少女窓かまぎか。こちらからまずは行きたいと思います。よろしくお願いします。間は母が死にます。あれ、これでやっと最初のボーナスを迎えられます。委員長のマドバトル、最初のボーナス当選まで結構長かったですね。ゲーム数が460ゲームになります。投資は900枚。ここで今日最初のボーナスゲットです。行きましょう。あとはマイカラッシュ、ここに入れれればですね、900枚取り返せる可能性も十分あります。ただこのボーナスカットゲーム数を ART に出して繰り返すと大変なことになりますので、最初のボーナスはビッグボーナスとなります。結構準備状態長かったですね。手に追加とありましたけど、バイクから出馬ゲットならず。さあ行きましょう。あ、上乗せです。さあ残りは13ゲームというところ。ここで30ゲームの攻撃につきました。ここは絶対バイクから出馬を手に入れたいです。30ゲームですからね、チャンスは十分あります。ちょっとボーナスまでかかりましたけど、最初のボーナスで ART は確定でございます。ふー、よかった。バギカラッシュゲットです。さあこれで今日最初のビッグボーナスが終了となります。ボーナスまではちょっとゲーム数かかりましたけれども、ワンビッグで301枚はいい獲得枚数だと思います。そしてマギカラッシュ確定しました。わけがわからないな。それでは1回目のマギカラッシュに参ります。さあもう残り15ゲームです。 ART はあーボーナスタンス、ボーナスタンス外れる時もありますけど、ここは当てたいですね。 ART 中にまずはボーナスを。よし当たった。2回目のボーナス当選はマギカラッシュ、残り11ゲームというところですね。あー嬉しいです。1回目の ART 中ボーナスが迎えられたというのは。さあ2回目のボーナスも赤並ぶのでビッグボーナスとなります。ここはワルンブルーギストよりストックのチャンス。さあこれで本日2回目のビッグボーナスが終了になります。上乗せは準備中の10ゲームとボーナスでの10ゲーム、20ゲームの上乗せです。これで合計71ゲームを消化してマギカラッシュ終了となります。ゲーム数の上乗せはボーナス以外ではなしという結果でした。566枚です。2セット目、まだ終わってません。2セット目、さあ2セット目に入って、1セット目はボーナス当選が1回ありました。2セット目突入直後ですね、残りが47ゲームというところ、3回目のボーナス当選になります。
先ほどの計測自体がおそらくボーナスの前兆だったので、そのまま2セット目になったんじゃないかという感じでしょうね。それではいきます。3回目のビッグボーナス。これで本日3回目のビッグボーナスが終了になります。676枚ですので、投資分まではあと224枚です。10ゲームを上乗せして AR チーム残りゲーム数がこれで58ゲームです。2セット目900枚に届くかどうかというところでしたけれども、わずかに届かずゲーム数は消化です。消化ゲーム数は合計153ゲーム、獲得枚数895枚です。900枚投資がありましたけれども届かず、ただこれで、まあ、プラマイゼロに近い状態になりました。まずお店に到着して大きいお店だなと外観を見て思いました。そして店内を見てみるとですね、非常に広々とした中にこうぎっしり敷き詰められているというか、割とゆったりとしたこう島構えで、かなり空間を大切にされているお店だなという印象を受けました。そしてラインナップがこちらですね。スロットコーナーは5円スロットが1ボックス、そして残りは20円スロットと、そしてパチンココーナーが1円パチンコ、4円パチンコというですね、ご覧のラインナップですけれども、地域密着といいますか、地元の方が開店の時間から多く来られる、そういうお店です。ティータイム、はい、移動しました。持ちコインを持ってやってきましたのはバジリスク絆でございます。今日はですね、バジリスクチャンス7回という台です。246ゲームから AT 間でバジリスクチャンス4回というところですね。持ちコインがおそらく350枚ほどです。参ります。さらばじゃ、狙う中赤、右左後期チャンス、2回目の平均覚醒でございます。あーよかった。さあそれでは本日2回目のバジリスクタイムに参ります。目標は1000枚オーバーです。行ってきます。バジリスクタイム3セット目に参ります。ジャックスリーからの発展なんで熱いですよね。サーブよし乗った。これで実2回目のマジリスクタイム、めちゃくちゃ綺麗な絵面ですよね。これプラス30、そしてマジリスクチャンス確定、いいですね。選ぶ中赤、右利き、嬉しくわかんないですね。それでは引き続き3セット目の推奨の時ですが、残りゲーム数が37ゲームですね。推奨の時の終わりじゃん。6セット889枚
です。1000枚には届かずでした。さあ結局交換枚数こちらでした。264枚です。投資がマジネスキーピタで1000枚まで減ってしまってましたので、マイナス736枚ですね。736枚という結果。はい、というわけで、今日は福島県いわき市のこちらビッグツバメ小名浜西店さんからのシータイムでした。ありがとうございました。シータイム。はい、おはようございます。今日は大阪府高槻市にやってきております。こちらキングオブキングス高槻店さんです。早速今抽選の方を受けてきましたけれども、今日は抽選番号が23番での入場になります。入場です。さあやってきました、キングオブキングス高槻店さんですね。おはようございます。スーパービンゴネオを座ります。行きましょう。寒いですね、やっぱりこの季節。朝はどこに行っても。さあただ400ゲーム台、ここで当たりが引ければまだいいかなと。500を超えてしまうとかなり厳しい立ち上がりになりますからね。ここで当てたいです。結構大事なとこです。451ゲーム。大丈夫でしょう。ここで当たってくれますね。投資が18本いきました。452ゲームで今日最初のビンゴチャンス当選です。初期投資ちょっとかかってしまいましたけれども、ここからですね、 AT スタートとなります。はい、まずは33ゲームのスタートです。2セットで終了かな。ラスト2セットですね。今日最初のビンゴチャンス獲得枚数は260枚という結果でした。今年も1年間街道日記でもシータイムでも特にお世話になったお店の一つです、キングオブキングスさん。そして12月は誕生の月なんですね。今年で9周年。いやーすごい迫力でしたよね。初めてお邪魔したのは昨年末2013年でしたけれども、それから約1年経ちましたが、1年間何度かお邪魔してますけど、本当にこうブレないお店、そういうイメージを持ってます。2010年の12月でキングオブキングスさんは、9周年ということですけれども、また10周年11周年目も我々がいろんな形でこうお邪魔する機会が増えればなと思ってます。シータイム。ファンファーなしでは追いつくのは難しいでしょう。33ゲームスタートです。さあ金色初めて来ました。これはやばいですよ。単なる継続確定じゃありません。ファンファーです。サーバーです。さあ何百ゲームの上乗せになるでしょうか。いきます。終わるなよ終わるなよ。まあここは超えてもらわないと困ります。これで1000枚はいけるかな。まだまだです、まだまだです。444ゲーム。さらに
34ゲーム、まあまあ1000枚以上はこれで獲得できますね。それでは行きましょう、2セット目。いや初めてこのゴールド枠見ました。そして継続確定ですからね、444ゲームだけでは終わりません。いやかなり大きな投資になりましたけど、いいもの見れましたね。さあドキドキが行きました。残りは258ゲームまだありますけど、乗せていかないと投資は2068枚あります。熱い。これでビンゴズガラスの4連続。そしてドキドキゾーン中、今日初めての上乗せとなります。上乗せです。さあこうやってちょっとずつでも乗せていかないと、本当に444ゲームでは半分ぐらいしか取り返せません。行きましょう、順のチャンス。もう一回ファーファー言えば追いつけますけどね。33ゲームの上乗せです。3セット目、これで残りが290ゲームになりました。そしてここもドキドキボンのチャンスですね。さあここから先は継続に期待するしかありませんね。4セット目、残り7ゲームとなります。これで5セット目突入でございます。あーよかった。あと1回3桁くれば2000枚超えます。この1回がなかなかですね。投資分まではあと400枚です。刺激2000枚ですけど、投資は2068枚でしたので、投資分には一歩及ばずですね。8セットで終了でございます。終わりです。追いつきませんでしたか。スーパービンゴネオ交換枚数こちらでした。1884枚です。44本の投資が痛かったですね。総投資枚数は2068枚ですので、184枚のマイナスですね。184枚かだったらまだ追いつけるかもしれないな。こちらはニューアイムジャグラーですね。184枚なら A タイプでもというところで来ました。295ゲームからちょっとこちらでトータル収支プラスを目指して再び投資をしたいと思います。総投資はこれで45本です。いきます。早い当たりならワンビッグで取り返せる枚数ですからね。どうせなら勝って終わりたいです今日は。2本です。投資は94枚です。これビッグならまくりですね。ビッグならまくりです。レギュラーか。ゲーム数が331ゲームでの当たりでした。4ゲームでした。レギュラーが終わってから、さあこれでレギュラー分のコインは実は今飲まれてしまって、この台で3本目の投資を行いましたので141枚使ってます。この台で、そしてビッグ180枚くらいのプラスにはなりますけど微妙ですね。この後もう1回追います。167ゲームなんとかさっきのビッグの持ちコインでビッグが引けましたので、これで完全引きはプラスになります。ちょこっとですけど差枚数で
まくることができました。結局総投手が47本ですね。今日は交換枚数はそれを上回るはずです。はい、実戦終了でございます。今日は大阪府高槻市のキングオブキングス高槻店さんからのシータイムでした。結局ですね、今日は2209枚の大きな投手となってしまいましたが、結果的に交換枚数はですね、こちらですね、スーパービンゴネオでの交換が1884枚、そして、ニューアイムジャグラー EX 交換枚数428枚ということで、合計交換枚数が2312枚ですので、総投資2209枚に対してプラス103枚という結果で勝ちました。はい、というわけで、今日は大阪府高槻市のキングオブキングス高槻店さんからのシータイムでした。ありがとうございました。シータイム。はい、今日はですね、抽選番号こちら64番目の入場です。今日はメトログラッチ尼崎スロット専門店さんお邪魔してますけれども、今まだ抽選が続いておりますが、すごいですね、100名以上のお客様が抽選に参加される中での抽選会となりました。失礼します。さあ来ました、メトログラッチ尼崎スロット専門店さん、おはようございます。ハーデス行きます。あなたごとハーデス行きましょう。とりあえず台は抑えました。よろしくお願いします。実はですね、昨日街道日記の収録で柳田ボタハーデスで大きな大きなマイナスをしました。ちょっと今日が街道日記ではないんですけれども、昨日の負けを取り返したいなっていう気持ちです。正直いや、これは何かが成立してますよ。何も引いてなく静かな通常でいきなり来ましたからね。え？あれ？なんで？当たってました？え、何か来ましたって、何も引いてなかったですよね、しばらく。何も来ないなって、静かな通常ゲーム回してたぐらいですからね。最初の当たりとなるんじゃないでしょうかね。ここで当たってくれるはず。4ゲーム目、ゲーム数は357ゲーム。最初の当たりは投資700枚からの当選となります。700枚、まあちょっとゲーム数かかりましたけど、アナザーゴッドハートに、アナザーゴッドハーデスにしてみれば早い方じゃないですかね。行きましょう。最初はケルベロスですね。まあケルベロスですよね。最初のボットゲームは70ゲームのスタートとなります。行きましょう。消化中に10ゲームの上乗せがありましたので、これで合計80ゲームを消化して、ボットゲーム残りゲーム数が0となりました。最初のボットゲーム獲得枚数は340枚で終了でございます。直当たりですね。3回目のゴッドゲーム、76ゲーム、早かったです。ここは今のは紫7揃いでの当たりになります。ちょっとオバマーンとしてしまいまして、揃えてないですけど、すいません。さあ来ました、ペルセポネ工場です。あと2ゲームしかありません。これで100ゲームはゲットですね。これで150ゲーム。
200円ですね。200ゲームはゲットしました。これで250ゲーム目の上乗せとなります。300は行ってほしい。もう1個欲しいですね。もう1個250ゲーム。まあベルセコネで250ゲームいいんじゃないでしょうか。100枚以上は持ち込みを残しているあたりになります。今日はメトログラッチェ尼崎スロット専門店さんですけれども、まあ、やはりメトログラッチェさんの12月といえば誕生の月にも当たります。そして今年はですね、2014年の12月で9周年を迎えられたということで、こちらですね、2005年の12月28日から、9年目ですね。ということで、まあ、昨日がちょうど1周年の誕生日だったんですけれども、今日も朝からかなりのお客様で店内は賑わっております。あらゆる台が動いております。すごい稼働状況です。非常にやはり人気の高いお店だなっていうのを改めて感じますね。ティータイム。いいですね。この辺には結構上乗せ自体は10ゲーム30ゲームですけど来てますね。上乗せの頻度がいいです。さあそしてハーデスステージに来て1ゲーム目中段リプレイ。あっチャンス目。これで再び残りゲーム数は200ゲームを超えてます。でダブルフリーズです。これで残りは246ゲーム。かなり流れが良くなってきました。さらにここはハーデスステージですからね、もっともっと上乗せにつなげていきたいです。合計390ゲームを消化してこれでラストとなります。後の手はありませんでしたね。さあ今日3回目のゴッドゲーム1247枚の獲得ということで投資分を上回ることができました。ただプラス100枚ぐらいですね。ないですね。いい感じで初当たりは引けております。さあ4回目、ここはテステロス60ゲームのスタートです。1251枚、1150枚投資がありましたのでプラスは101枚ですね。まあ101枚でもプラスはプラス、とりあえずケルベロスだけで終わらなくてよかったなという感じがします。
はい、というわけで、今日はですねこちら兵庫県尼崎市のメトロクラッチ尼崎スロット専門店さんからの新タイムでした。もう開店直後からかなり店内も混み合っておりまして非常にいい雰囲気の中収録ができてよかったと思います。ありがとうございました。ティータイム。はい、おはようございます。今日は秋田県にやってきてます。いや、やっぱりすごいですねこの雪。もうめったにお目にかかることのない積もった雪でございますけれども、今日は秋田県大仙市こちらですね大曲ひまわりさんにやってまいりました。今日は2014年12月30日ということで、今年最後のシータイム実践、そして、私今年の打ち納めとなります。行きましょう。今年最後ですね。行ってきます。おはようございます。よろしくお願いします。あ、暖かい。おはようございます。よろしくお願いいたします。おはようございます。さあ、ダイブを抑えましょう。おはようございます。よろしくお願いします。ハーです。そして番長にバジリスク絆、絆行きましょうか。バジリスク絆朝一ね、早速行きたいと思います。よろしくお願いいたします。アリ様、これびっくりしましたよ、今のは。まあ、ここは当たるでしょう。もうめったに入れない演出、激アツの演出入った時というのはただの当たりではなくて、やっぱり特殊の当たりに期待してしまいますよね。126ゲーム負け物ドローからバジリスクチャンス確定です。当初は250枚です。はい、バジリスクチャンスはバジリスクタイム確定のバジリスクチャンスになります。いや、よかったです。ちょっと100ゲーム超えてしまいましたけど、最初のバジリスクチャンスが AT 当選確定。いざ決戦の時。さあ、それでは本日1回目のバジリスクタイムに参ります。バジリスクタイムまでは100ゲーム超えましたけども、まあ割と早めの当たりでしたね。何より1回目のバジリスクタイムが AT につながったと非常に嬉しく思います。ロージェリーです。さあ、演技中はもちろんバジリスクチャンスどんどん引いて上乗せ、そして継続確定と投げていきたいですよね。ロージェリーからバジリスクチャンス、当選のチャンス行きました。2回目のバジリスクチャンス当選となります。どんどん行きましょう。さあ、これで1セット目のポイントの時は残りが13ゲームとなってます。心配ですね。最初のバジリスクタイムは2セット329枚という結果で終了でございます。まだまだ。最初のバジリスクチャンス当選、微妙なところで当たりましたね。まあ天井に行ったからといって本気があるわけではないですが、投資が600枚です現在。行きましょう。さあ、今回はちょっと2週間でのゲーム数が遠く、投資も重なりましたからね。
乗馬中に1回巻き物揃いがあります。ここは飛行線ですけど満月ですね。チャンスです。バジリスク大使館の天井というところまで回してます。当たりました。469ホームです。大丈夫か？ここに AT が終わってからいきなりまず500ハマって、その後1回バジリスクチャンスありましたけど、また469ゲーム、かなりやばいですね。 AT 間で1000ゲーム以上回してます。中開くぞ。右引き4番バジリスクチャンス。どうしよう、これ AT 当選なかったらかなりきついですね。行きましょう。よかろう。こちらひまわり大曲がり店フロアガイドと書いてありますけれども、ラインナップご覧の通り、パチンココーナーが4円パチンコ、1円パチンコ、そしてスロットコーナーは20円スロットが160台というラインナップなんですが、まあ、かなり店内はですね広々としてゆったりとした空間なんですけれども、島の中はですねもうご覧の通りほとんど台が空いていません。パチンコもスロットも。そしてスロットコーナーですね、160台、4島すべてが20円スポットですけれども、もう島の中は台が埋まっているだけではなくて、台数以上のお客様がですね悪台を探してうろうろされている、そんな状況でございます。シータイム。はい、2機種目 UM ジャグラー EX に来ました。ボーナスが5回当たってる台ですね。285ゲームというところ、今2000枚です、投資が。で、持ちコインを持ってきましたので、しばらくはこれでの遊戯になります。レギュラーボーナス持ちコインですね、350ゲーム最初のボーナスはレギュラー。開かないかな、開かないかな。できればちょっともう時間も、あ、当たった。台が空いてない中でちょっと空き台が空くまで、空き台が出るまでジャグラー打とうと思いましたけど、これでレギュラー2連続。そんなに一気に投資が1000枚も2000枚も何もないまま行ってしまうということは少ないですよね。レギュラーが終わって25ゲーム。さあ、ここからどんどんビッグが重なってほしいところ。レギュラー3連続です。レギュラー3連続。この状況でレギュラー4連発。いや、うまくいきませんね。うまくいきません。追加投資はないんですけど、これでこの台自体はビッグ2回、レギュラー7回となりました。実戦終了です。今日は朝からバジリスクの絆、そしてニューアイムジャグラー EX、結局あれを時間まで打ち続けた結果、いやー、2100枚ですね。マイナス2100枚。はい、というわけで、今日はこちら秋田県大仙市の大曲ひまわりさんからのシータイムでした。ありがとうございました。